おはようございます。いきなり雪だ雪。用事がなかったら絶対出かけてこなかったような天気。今日マッサージの予約してるので、今マッサージに向かってます。私の予約が10時15分で、本人は11時30分で後から来る。今日は山も隠れてて見えない。掃除終わった。さっきより雪が少し軽くなってる。山も見えてきた。マッサージからコミンも今帰ってきて、今からご飯の支度。今日は明太子スパゲティ食べる。その心は、今冷蔵庫にシソがあって、シソを有効利用したくて、美味しくシソを食べる料理が食べたいと思ったから。なのに本命にはシソいらない、俺はシソいらないって言われちゃった。ずーん。今つばん開けてタッパーに移してる。どうせタッパーに移すならそうじゃなくて、こうピーってここからビーって切っちゃえばよかったの。そしたらもうスポッて入る、ね、そんな切るんじゃない。出ないけど、そんないちいちすくい、なんか絞り出さなくてもいいじゃん。同じだ。なんか塩分残しみたいなフルーツが冷蔵庫に入ってる。5 minutes timer. Okay, 5 minutes. Starting.
んか麺ちょっと少なめかな、大丈夫かな。本人自分のは自分でやってくれそう。うん、麺少なくない？大丈夫？次かな、私そして海苔も、サミオプサルのネギ、海苔は後でかける。よいしょ、コーヒー、よいしょ、いただきます。めっちゃ豪華、こんなにトッピングしたことない今まで。海苔しかいつもトッピングしないから。うん、うん、おいしい。スパも美味しいし、うん、タイコも美味しい。みほみんに乗りかけた、ほみんのパスタ今こんな感じ。なんかさ、オクラってもしかして生で食べないのかもしれない。この間クックパクト見て、オクラのレシピとか見てたら、実はオクラは生でも食べれるんですみたいなことを書いてる人がいて、え、何、普通生で食べないんだと思って。茹でるみたいね、これ茹でて。でも食べれた。茹でてないから、ネバネバが少ないのかな。関係ある？でも食べれてるし、毒じゃないよね。美味しいし、大丈夫だよね。ごちそうさま。あと何食べようかな。よいしょ。
こ久しぶり。冷蔵庫に2個も入ってたのに全然開けてなかった。2個もあるなんて知らなかった。しかもみんなパンも焼けた。作るスパゲティ。じゃあ次はたらこにしようかな。またトッピング切る。全然足りないんだけど、なんでだろう。昨日はなんか夜寝てるときさ、もうなんかいっぱいでいっぱいで、もう苦しくてさ、しょうがなく、もう寝れないぐらい苦しかったんだけど。職場でさ、そうだ、ナチョスとか配っててさ、そう、もう本人忙しかったから全然喋る機会なかったかもしれないけど、そんと多分いなかった本人。ナチョス食べたり、その前になんかチーズとか食べたりさ、なんかいろいろもらってさ食べてて、さらに仕事中。ずっと氷食べてたから、もう本当にお腹いっぱいになっちゃった。で、夜苦しかった。でも朝起きたら、もうお腹空いてた。マッサージ中もなんかお腹空きすぎてさ、目が回って倒れるんじゃないか。まあ倒れるっていうか寝転がってるけど、倒れるんじゃないかと思った。味噌、オクラ、ネギ、トッピング。
ね、日本のさ、ボエモンっていうさ、パスタ屋行ったことある、うん、ない、ひよこもないんだけどさ、行きたい。出来上がり。よいしょ。ああ、お皿熱い。お皿熱い。よいしょ。なんかまた新しくお昼ご飯って感じで、またこの後あんバター食べて、なんか永遠にエンドレスで繰り返せそう。いただきます。また新しく、新たな気持ちで。たらこスパゲティ。なんか朝雪降ってたけど、結構今天気いい感じだね。うん、うん、おいしい。言ってるからなんかあったら新しいニュース、はい、ん、ごちそうさま。やっとちょっとお腹埋まってきた。よいしょ。あとちょっと食べたらお腹いっぱいになるかな。
よかった。なんかさっきの本当パスタ一皿食べても全く何も変わらない。もうずっと食べ続けちゃうかと思った。